皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね持続から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以前からもねお伝えしてますけどもですね、その人間の体にね、その起こる病気やね、障害のね、その発症と回復というのには4種類ありましてですね、それはね、まず1つ目はですね、突発的に発症してすぐに回復するもので、2つ目は、突発的に発症して徐々に回復するもので、3つ目は徐々に発症してすぐに回復するもので、4つ目は徐々に発症して徐々に回復するもので、まあ、それぞれのね種類によってさまざまなんですけども、大体に2つ目か4つ目がね多いんちゃうかなと思います。まあ、これを見てくれてる皆さんの中でですね、もしその病気やね、何のかの、まあ、何かの怪我や障害をねこう患ってしまった人はもですね、大体その2つ目か4つ目やとね思いますけどもね、まあ、どうでしょうかね。今回はその中でもですね、4つ目の徐々に発症してきて徐々に回復していってるものっていうのを僕の体験談を踏まえてお話ししていきます。僕の体でね、ここ最近の帯状疱疹後神経痛の痛みがね、この左足首にね、その時折出てくる中でですね、膝のね、外側の神経に沿っての痛みっていうのがね、かゆみっていうのがですね、だんだんひどくなってきていることがね、分かりました。これまではね、それほど気になってはいなかったんですけども、その足首の痛みが落ち着いてきている時に痒みが出てくるようになりまして、それがね日に日に増してきまして、気がついたらねかきむしってしまうようになりました。これはね、その虫刺されのようなね、その傷跡があるわけでもなくですね、乾燥しててカサカサになってるわけでもありません。まあ、体の中からね発生してくる痒みなんですよ。これはね辛いですよ。外側からの刺激ではね、どうにもできないんですわ。もう書いたらね、一時的にマシにはなるんですけども、ほんまにね、そのね一時的というのはね、ほんまに一瞬でして、もうねすぐにね痒さが発生するんです。内側からね湧き水のようにね湧き上がってくる痒みなんですよ。なのでね、発生源にね直接的にこうどうすることもできないというね、もうこれがほんまのね手も足も出ないってやつなんですわ。これがね、まあ結果的にはね、今の現時点ではどうすることもできないんですけども、やっぱどないかしたいわけなんですよ。ほんならね、また僕の悪い癖がね、出てきてしまってですね、またいろいろと調べたんですわ。そしたらね、インターネットでとあるブログを見つけたんです。そのブログがね、ある人が帯状疱疹になった後に神経痛に悩んでから、まあ、今は解決してますよっていうことを事細かくね綴ってくれたブログでございました。そのブログの書いた人っていうのはですね、背中にねまずね鈍痛が来て、病院に行ったけど痛み止めを出されて終わって、まあ、次の日のね仕事中にねもうひどい頭痛に襲われて、また病院に行って今度は CT を取ったんですけどね、先生も判別できなくて、もう強い痛み止めをもらって一時的にまあ収まりましたけども、まあ、さらに次の日の夜にですね、まあお風呂に入る時にですね、水ぶくれができてて、ご自身であこれはもう帯状疱疹やとね確信されて、その次の日にね病院で症状を見せるとね、先生もようやくね帯状疱疹だとね診断してくれたみたいです。まあ、その時にね、一通りその帯状疱疹の患者さんに出す薬っていうのをもらって帰ってきたみたいです。で、まあその人もね、その薬を飲んでいくうちにね水ぶくれは収まってきたんですけども、神経痛がね相変わらず出っ放しだったようで、それから1週間のね土日以外にね、もう毎日毎日病院に通ってブロック注射をしてもらって痛みを和らげていて、まあ、それぐらい治療してやっと仕事に行けるっていうぐらいのね痛みになってきたようです。まあここまで読んでてね、めっちゃ壮絶やなと思いましたね。まあ、僕も似たような感じだったと思うんですけども、あの人がなってるのを聞くと、うわ怖ってちょっと思いましたね。でそしてね、その痛みが和らいできた頃合いからね、まあ、全体的にこう背中全体的にね、あの痒みが出てきたようです。まあ、そこもねまさに僕と同じ感じでしたね。
その人はね、発症してからね、4週間経って、かゆみがさらにひどくなってきて、もう服やね、下着やね、あ、女性なんできっとね、あの、女性用の下着をつけてって擦れてるからやと思うんですけども、その服や下着で神経のあるその表面にね、触れるとですね、背中の神経の走ってるところに触れるとですね、もう痛みが走って、痛ってこうね、声を上げてしまうほどになってしまいました。ほんで痛みが出てる場所をね、こうパッと手で押さえるとね、摩擦による、まあ、かゆみは抑えられてますけども、でもね、それではね、仕事になりません。そしてまあ痛み止めがなくなって、また病院に行って、そのブロック注射をしてもらって、痛みを抑えて、ほんでまた薬がなくなったら病院でブロック注射、というのをね、繰り返して、発症してから4ヶ月くらいで、まあなんとかね、気にならないくらいまではね、回復されたみたいです。まあ、しかしね、その方は今で発症してから3年経つらしいんですけども、その痛みやね、かゆみっていうのがね、完全に治ったわけじゃなくて、まあ、地味な痛さやね、かゆさをね、引きずりながらね、日々の生活をね、送ってらっしゃるようです。ねえ、もう3年経ってもですよ、これほど悩んでる方もね、いてはるんですよね。まあ、僕なんてね、まだまだその5月の末から始まったので、たった2ヶ月過ぎただけですわ。ね、症状のペースはね、まあ、人それぞれですので、まあ、何が正しいとかないんですけども、みんなやっぱりね、その何とかして乗り越えて、この症状を和らげたいもんなんですよね。まあ、この方は早い段階でね、ブロック注射をされてるようでしたけども、まあ、僕もね、早い段階でそのブロック注射たるものをね、しておいたら、まあ、今はね、もうちょっとマシやったんかなって考えたりしてしまいますね。でもあの痛さの時はね、病院にまでこの行けないくらいというかね、まあ家から出られないくらいの痛さやったし、ほんまに身動きが取れない状態だったので、まあ、しゃあないですよね、これはね。まあ、もう一度ね、あれほどの痛みが出てきたらですよ、そのブロック注射なるものをね、やってもらってもいいかな、なんてね、思いますけどもね。でももうあの痛さは嫌やな、ほんまに。帯状疱疹はね、一回やったら終わりではなくてね、人によって何回もなるようですからね。もうこれはほんまに嫌です。そして先ほどのお話にも出てきましたけどもね、そのね、帯状疱疹になった人に出すお薬ってたくさんあるんですけども、ね、その中でもね、効くとされている薬がまあほんまにたくさんありまして、でもどれも飲んでみないわからないがいいから、ほんま大変なんですよね。ほんままあ僕みたいな病気をねしてたらね、その合併症っていうのがね増えてくるとね、ほんまにその薬がね、そのつど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 増えていくので、もう飲むのがねめんどくさくなってきます。なのでね、またこのままね、そのこの足の痛みがね、増していくとですよ、もうまた飲み薬を増やされるんちゃうかなと思ってるわけです。ほんならね、その副作用のせいでね、僕が今頑張って体重を減らしているというね、もうその意味がね、なくなってしまうね、薬だってね、ありますので、もうそうなったら、俺は何のために今まで頑張ってきたんや、ってね、なってしまいますからね。まあ、でもその急に薬が増え出したりするとね、その足首がね、急に痛くなったりするんですよ。そんなもん関係ないやろってね、思われてもしゃあないんですけども、まあ実際そうなんですよ。でもほんまにこの実際ね、この足が最近まだ痛み出したなっていうのは、あの薬飲んだからかな、あの薬減らしたからかな、とかっていう風な感じで、その薬の変化によって、ほんまに、体の変化っていうのも、この、なんていうんですか、もう、こと細かく出てくるわけなんですよ。話戻しますけどもね、まあ、今回の動画の最初でね、すねの外側の神経に沿って、かゆみがどんどんひどくなってきたとね、言った通りで、まあ、大体治る時も少しずつしか治りません。コメント欄でもね、未だに私は治ってないよってね、教えてくれている人たちもね、いてますし、今回紹介させてもらったブログの人もね、3年経ってもね、まだ治ってはらへん人もいてるんで、まあ、僕もね、気長に戦っていきます。そんな感じでね、今回はね、すねの神経に沿って、かゆみがひどくなってきたというお話でございました。今回は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。